俺の趣味は心霊とかオカルト系のサイトを見ることだ。暇な時は夜から朝になるまでずっとそういうサイトを見ている。そんなある日、少しおかしなことに気づいた。心霊写真が数多くある中で、どうも見覚えのある顔があった。その顔はいかにも幽霊って感じの女じゃなくて、顔はパンパンにむくみ、にたーっとした不気味な顔で笑ってる女。それに気づいてから、やたらとその女が目につくようになった。至るところで見つけるから、心霊写真って、やっぱり作り物かと思ったけど、その割には、ネットの中でも、その女について話題にする者はいなかった。今日もいつも通りネットを漁っていたら、また見つけちゃったよ、その女。しかもさ、解説みたいな文に、背後から睨む痩せ細った女と書いてあるけど、どう考えてもおばさんだろ。太ってるし、睨んでもない。似たーっと笑ってんじゃん。おそらく、この男には、すべてがその霊に見えてしまっている。つまり主人公は、似たーっと笑うその女の霊に、取り憑かれている。これは私が、旅行代理店に勤めていた時の話です。添乗員として、宿泊ありのツアーに同行することがよくあったのですが、私が新卒で入社して、初めて添乗員として宿泊ありのツアーに同行した時、ホテルからはお客様用の部屋を指定され、その部屋を割り当てるのも私の仕事でした。そして、それとは別に、添乗員用の部屋もホテル側から指定されていたんです。5年くらい上の先輩と一緒に同行していたのですが、先輩と私は部屋が別で、先輩が片方の部屋を私の部屋に指定してくれました。先輩と私の部屋はかなり離れた場所だったので、いろいろなお客様にすぐ対応できるようにかな、と考えていたんです。ホテルについて先輩と一緒に手続きや仕事を済ませて部屋に帰ろうとした時、先輩からこう言われたんです。ごめん、もし何かあったらすぐ連絡して。いつも私のことを気にかけてくれる先輩らしい優しい言葉でした。ホテルに心霊が出る部屋がある場合、添乗員にその部屋が割り当てられることが多いみたい。長く働いている先輩は心霊が出る部屋を知っていて、主人公に割り当てていた。ある日、彼女と二人で心霊スポットにドライブに行った。地元にある古いトンネルなんだけど、昔そこでたくさんの人が戦争の犠牲になって亡くなったらしい。その日はかなり強い雨だったんだけど、なんとか到着。大粒の雨が強くボンネットに当たるから音が本当にうるさくて、助手席に座っている彼女の声もほぼ聞こえなかった。トンネルの中に入ってみたけど、何も出る気配もなくて、ただただ雨の音がうるさいだけ。彼女のことを横目でチラチラ見てたら、キュッとうずくまって、顔も上げようとしない。相当怖がってる。でも彼女が突然、こう囁いた。止まって、一緒に車から降りよう。うずくまりながら、いきなりなんだよ。トンネルの中で、いきなり外に出るのは、さすがに怖すぎだろう。彼女の声も聞こえないほど、雨の音がうるさかったのに、止まって、一緒に車から降りよう、と、囁き声の彼女の声がはっきり聞こえている。つまりこれは彼女の声じゃなくて、きっと多くの人があの野郎死んでしまえばいいのになんて思ったことがあると思う。だけどそれが現実になってしまったとしたらどうだろうか。幼稚園の時友達と喧嘩して死んでしまえばいいのにって思ったことがあった。翌日本当に事故で死んでしまったことがあったけど、ただの偶然だと思ってた。中学生の時、もともと仲良かった友人と喧嘩した時も、その友人は死んだんだ。高校生の時に交際していた彼女に浮気された時も、彼女と浮気相手が揃って事故に遭って死んだ。俺にはどうやら死ねばいいのにと思った相手を殺す能力があるらしい。それに気づいた時、自分が怖くなった。もちろん誰にも打ち明けることができない。心安らかに、誰にも腹を立てないように生きていかなくては。それでも高校卒業間近の時、俺の周りで何人かの人が死んだ。クラスメイトや
バイト仲間、そんなに強く恨んだ覚えはないのに、俺の能力はそこまで強まってしまっているのだろうか。悩んだ挙句、俺はとうとう泣きながら母に打ち明けた。母は驚いていたけど、偶然とは思えない今までの出来事に、すぐに俺の話を信じてくれた。父が仕事から帰ると、父も交えて、三人で話をした。二人とも、お前は悪くない、と言ってくれた。なんだか少し気が楽になって、その夜はゆっくり眠ることができた。だが翌朝、父と母が死んでいた。主人公が死ねばいいのに、と思った相手を殺す能力ではなく、主人公のことを死ねばいいのに、と思った相手を殺す能力だった。主人公から能力の話を聞いた両親は、主人公のことが怖くなり、死ねばいいのに、と思ってしまったのかもしれないね。両親の反対を押し切って、私は今日から一人暮らしを始めた。一人で起きて、朝食を食べて、ゴミを出して、支度を整える、憧れの一人暮らしを実現できたことで、私はとても満ち足りていた。家に鍵をかけて、毎朝花に水をやっている近所のおばあさんに挨拶をして、私はとても清々しい気分で学校に向かった。毎朝おばあさんが花に水をやっていることを知っている。主人公は一人で引っ越してきたんじゃなくて、実家にいる家族を殺害して一人暮らしになった。今回は意味がわかると怖い話、5話をお届けしました。この動画がいいなと思った方は、高評価、チャンネル登録をお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。